阪神、金本が神宮でまた死球。球場騒然、虎島のブーイング響く。ヤクルト、高橋の変化球すっぽ抜け、背中直撃。岡田監督、表情険しく。東京ヤクルトスワローズ阪神タイガース4日。神宮球場。雨の神宮に怒号が響いた。阪神、金本工事外野手がまたしても神宮球場で死球を受け。 左翼席からブーイングが響くなど騒然となった初回戦闘カウント1ボールにストライクからの6球目高橋のカーブがすっぽ抜けて背中に直撃ししばらくその場に座り込んだ高橋は帽子を取って謝罪の意思を示した阪神岡田監督はベンチの中で険しい表情を浮かべていた金本は7月2日 巨人戦で右脇腹に子宮を受け右肋骨肋骨骨折と診断されて離脱同22日に復帰したが9月3日ヤクルト戦神宮で左腕の山本から同箇所に子宮を受けていた岡田監督が情けないのそういうチームなんやろと発言していたその後ヤクルト高津監督が岡田監督に謝罪しては返している自分は阪神ファンではないが ヤクルト投手陣の相手チーム主力にぶつけることを多すぎるあまりにもひどいしいつまでもなくならない監督はじめチームマネジメントが狂っていないかインコース攻めるはオーケーだがぶつけてもやむなしと指示しているのではないかこうもし急連発すればチームとしておかしいとしか思えない選手生命を奪いかねないし相手から報復されないとこの状況はなくならないのかなまあ 100歩譲ってカーブのすっぽ抜けって言うなら言うても仕方がないのかもしれん。ただ、この天気の中、抜けるかもと思って1か8か投げてんなら勘弁してほしいけどね。持ち玉をきちんと操れないレベルの投手が多すぎるよ、ヤクルト。試合で使えるレベルにしてから使ってくれ。恋か賞でないかは別として、ヤクルトはデッドボールが多すぎる。プロ野球のピッチャーとして恥じてほしい。監督はピッチャー出身。 球団として何とかできないのか、何も改善してないことから、デッドボールが多いことに対して何の対策もしていないと言われても仕方がないだろう。恥ずかしいと感じてほしい。デッドボールって下手したら命や選手生命に関わるんだから、デッドボールに対して罰金とか支給数いくつに対して罰則を設けるとかすればいいのに、 なんで危険投球に対して制限とか対策を講じないんだろうすっぽ抜けだから、わざとじゃないのはわかる。この時期に誰だって恋に死球を当てに行くことはないだろうけど、別に高橋はタイトルがかかってるわけじゃないんだからタイガースの選手に怪我だけはさせないでほしい。きっちりと高津は謝罪するべき。